日頃の生活の中であの商品買ってみたい、いやでも誰かの意見を聞いてから買いたい、そんな皆様のご要望にお答えする素晴らしい番組、その名もタスク TV。 どうも、太っているタスクです。この番組は日頃買えない高価な商品や買う前に誰かの意見を聞いておきたい、そんなあなたにお送りする番組です。さて、記念すべき第1回目の商品はこちら、お米です。お米と言われても多分皆様パッとしないと思うんですけれども、まあ、ご飯って呼ぶ人もね多いんですけれども、なんて言えばいいのかな、植物の穂の中にできるススキってご存知ですか、あのふわっとしたああいう感じの穂の中にできる、まあ、実というかね、よくわかんないんですけれども、まあそういうものでは、こうやってね、ちっちゃい、見えるかな、ちっちゃい粒々が、虫なのかって今ね思ってると思うんですけども、虫じゃないです、ご飯です。ご飯、お米です。お米、まあ主食としてね食べられている国とかもあるみたいで、まあこうね白い色でね、とても綺麗な、まあ食欲はね湧きますよね。ブルーとかじゃないんでね、アメリカのお菓子みたいな、ああいう色してるとね、ちょっとね、まあ、食べたくないなって思う方もねいらっしゃると思うんですけれども、まあこちら安心して食べられる色、白ですね。まあ白、まあ白はいいですよね。そう。でこちらちょっとね、あんまり話してても皆様ちょっと味はどうなのか、味はどうなんだってね思ってると思うので食べてみたいと思います。いただきます。まあ、ちょっとこんな感じですね。ポツ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 、虫なのかって今思ってると思うんですけど、虫じゃないです。食べます。なんていうんですかね、こうほんのり甘いんですけど、やっぱり主食にしてる国もあるということで、あんまり味をこう主張してこないんですよ。だから何にでも合いますね。美味しい。熱々はやっぱ美味しい。熱々で食べるんですね。まあ、冷えてるものが好きっていう方もいるみたいな話は聞いたんですけれども、熱い方が美味しいみたいですね。いただきます。あ、でもね、なんかね、ご飯ですよが欲しい。ご飯ですよなんですけど、ご飯ですよ。ご飯ですよっていう別な食べ物があるんですよ。けどご飯ですよって言っときながら、それはご飯じゃないんですよ。ご飯じゃないんですよって今言ったんですけど、またすぐ私はそれを多分ご飯ですよって説明するんですね。ご飯じゃないんですよ、でもご飯ですよ。ちょっと分かりにくいかもしれないですけど、ご飯ですよ。ご飯ですよ。ご飯。これはご飯ですよ。ご飯ですよ。自信持って言います。ご飯ですよ。けど、ご飯じゃないんですよ。ご飯じゃないんですよって言われ、ご飯じゃないんですよはご飯に合うんですよ。ご飯じゃないんですよはご飯に合うんですよ。この放送は自然とみんなのやる気を奪うタスクと、あれ、お母さん、このおかず2日前にも出なかったっけ、タスクの提供でお送りしました。チャンネル登録、ツイッターアカウント KPPKPP1 フォローよろしくお願いいたします。それではまた来週。